メナ族は、多様な炭水域、哺乳類の消化器官に分布する、メタン生成個細菌である。水素の他有機酸やアルコールなどもメタン生成の、機質として用いることができる。メタノサルキナの発見は1930年代にまで、遡り、メタン菌の中でも最も古い部類に入る。形態は、球菌が基本で、それらが多数集まった。 サルキナ様の軍隊を形成する種も多い。個々の細胞を包む S 層の外側に動物組織に存在するコンドロイチンに似たメタノコンドロイチンを持ち軍隊を形成する。俗名はこの形態に由来しており、ラテン語でメタンサルシナを意味している。栄養的には通性独立栄養、または従属栄養的に増殖する。 メタノサルキナはメタン菌の中でも特に多様な物質をメタン生成の基質に利用することが可能であり、水素マイナスに酸化炭素系の他に、ギ酸、酢酸,酸、メタノール、メチルチオール、メチルアミン、一酸化炭素などを利用することができる。酢酸,酸を基質に半数動物のイヤメタン、発酵装置でしばしば優先する。人間の大腸からも分離されている。 ゲノムサイズは記載されている。古細菌の中では最大である。メタノーサーサナーアセチボーロンズ C2A のゲノムサイズは 5751492BP、ORF は4540箇所であり、解析時は全原核生物の中でも4番目に大きいものであった。他に M、バーケリー、メタノーサーサナーマゼーのゲノムが解読されている。ありがとうございます。